インドネシアの小スンダ列島に属し波状の卓上地からなる島。ロンボク島とフローレス島の間に位置し、西ヌサトゥンガラ州に属する。面積は15,448平方キロメートル。人口100万人。スンバワ島は東西に細長く、島の西部には、スンバワ語を話すスンバワ人が、東部には、ビマ語を話すビマ人が住んでいて、 それぞれ異なった歴史と文化を持っている。スンバワ語は、ロンボク島で話されているササク語と関係が深い。スンバワ人とビマ人は、スラウェシ島のマカッサルから伝来したイスラム教を主に信仰している。西スンバワの4つの王国が、東ジャーのマジャパヒト王国に属国であった。オランダ人は、1605年に初めて来島。その後、マジャパヒト王国が滅び王族たちは、 バリ島に移り、王国が分裂するとそのうちの一つ、ゲルゲル王国にしばらく西スンバワは統治された。環太平洋の火山帯に属し、火山が多く、北部のサンガル半島の中央部にそびえるタンボラ山は、1815年に9万人以上の犠牲者を出す有志以来最大級の噴火を起こし、4000メートルあった標高が人口し、現在の高さになった。 100立方キロメートルの灰が上層の大気に広がり、1816年は夏のない年と言われた。また、それ以前の噴火でタンボラ王国として考古学者に言われている文明が破壊されたこともある。そして、20世紀前半に初めてオランダが統治することとなった。農耕地は17万ヘクタールを有するが、長く続く寒気に耕作ができる考え可能な耕地は3万。 ヘクタールしかない。北海岸は複雑な湾乳を示しており、米、トウモロコシ、麺、タバコ、白丹、天然蜂蜜、パワンメラなどを産出し、そして馬の産地としても有名である。主要都市は西部のスンバワベサールと東部のビマ、ラバである。ありがとうございます。